こんにちは、六月二日金曜日、SBI グローバルウォッチをお届けします。今週のトピックス、NVIDIA の決算に、アナリストはどう反応したか、ということでの衝動をお話しいたします。今週の米国市場ですが、債務上限問題が解消しております。三十一日夜、会員昨日、上院の方で可決。 されましてデフォルト回避が確実となっております。まこれを受けてですね、相場の方は反発という形です。経済指標では5月の ADP 雇用統計、4月の求人数など雇用関連が堅調、雇用関連の堅調が確認されております。 一方で5月の ISM 製造業景気指数は7か月連続で50を下回りまして景気減速を示唆しております中国の PMI も前月から低下して低調となっておりましてこの指数に関しては31日の株価下落の一因になったと思われます企業決算ではメーシーズダラーゼネラルがなどコル企業が 物価上昇を背景とした個人消費の鈍化に言及しておりまして景気の先行きに懸念材料となっております一方相場の中心銘柄となっております NVIDIA なんですけども25日木曜日24.4%の上昇になった後です、ね、400ドル手前での揉み合いとなっております31日は5.7%上昇 一日は五あ点七パーセント下落ですね。一日は五点一パーセント上昇と、えー、ボラティリティが高くなっております。まあ、その NVIDIA の、まあ、チャートなんですけれども、二十五日にですね大幅に上昇してその後、まあ、体制でいうと、えー、まも、あ、み合いと高値圏でのもみ合いという形になっております。 もう一段だあるかどうかですね。今市場はあのううっているという形です。目標株価ですけども、現在まあ450ドル前後までですねあの引き上げられておりまして、まあそういう意味ではですね、あの現在の値段でもですね買えるということなんですけど、基本的にはですね、あのアナリストの目標株価っていうのはまあ今後1年の えー、まあ、えー、を見渡して目標株価をつけますので、まあ、そういう意味ではですね、まあ、今後あの、えーえー、生成 AI 関連のですね需要が顕著に出てくるっていうことをまあ確認した上でまで、あ、それぐらいになるだろうという、まあ、そういう意味合いでございます。 主要市場の動きですけれども今週、ですね米国市場はメモリアルデーを挟んでいるので24日ですねからの上昇になっておりますが2.6%の上昇と一方、ちょっと下落が目立っておりますのがハンセンなんですが中国の PMI が弱かったということでですね災害展開が続いております。 この他市場ですけれども、えー、全体としてまちまちになっております。で一か月の方をですね見ていただくと、えー、まあ今週一週間の動きとまあ連動してるんですけれども、えー、強い市場とですね弱い市場がまあはっきりしているというのがまあ特徴かなと思います。えー、ちょっと弱いのがですね目立っているのがまあア s e a 諸国ですね、えー、がえ弱いです。 背景としてはですねもしかしたらそのテクノロジーに今市場の注目が集まっているので、まあ、その、えーまあ、イメージがですね ASEAN にはまあ半導体なりのですねテクノロジーですね、えーまあ、そういうイメージが、まあ、ASEAN にはないのかなという感じがいたします。えー、為替の動きですけれども、えー、米国でまあ金融当局者の発言を受けて 利上げ期待が低下しておりますこれを受けてです、ね、米ドルは大円で1.3%の下落となっておりますで、まあ、ドルに連れてです、ね、多くの通貨が大円で下落になったと。まあ、その中で,です、ね、特に下落が目立っていますのがトルコリラが6.3%下落しておりまして エルドアン大統領がですね再選を果たしたということで大統領はですね独自の金融政策スタンスを持っているということでちょっとその為替市場ではですね嫌われておりまして再選してしまったということで下落となっております。 業種の動きですけれども情報技術が8.2%の上昇ということで AI 関連に関する物色が継続しておりまして引き続き続強いといととうことです一方ですねあのまあ中国経験の懸念で原油安ということでエネルギーが安いそれからあとディフェンシブルもですね 上昇相場の中下落しているという形です。個別ではまあ先ほど申しましたけど、あの球場を挟んだためにですね、二十四日からの動きがなっておりまして、まああの先週とですね、顔ぶれがあまり変わってないというような形です。で、まあ NVIDIA についてはあの。 ちょうどトピックスでまたお話しいたしますが個別で見ますとアドビが 16.7AI 関連として注目されているとブロードコム16.2%ですねこれあの先週もお話ししましたけれども AI 関連の売上比率ですねエヌビディアが6割10%台の銘柄がいくつかあってブロードコムマーベルテクノロジーそれからマイクロンテクノロジー と,ところがですすねこれに該当するとでブロードコムですねちょっと,あの、えー、とここコメント書いてないんですけれども昨日決算が出ているんですけれどもあの AI 関連についてはですね売上げ今年倍増するという、まあ、あの前向きなコメントだったんですがあのそれ以外の、まあえー、半導体の全市場全体の動向っていうのはまだ減速しておりまして。 に4月期の売上が前年同期比8%増だったんですけども5・7月期は5%弱にとどまるということでちょっと期待市場の期待を裏切る形ですね AI が伸びてもちょっと全体は減速なんだという形です。あとそのマーベルテクノロジーなんですけどもあの決算あ先週 今週で先週ですかね出まして AI 関連の売上がですね前年から二倍倍増以上になるというコメントをしまして金曜日に32%上昇したということです。あとテスラが13.5%の上昇。 フォードモーターと EV 充電器に関して提携したことそれからマスク CEO が中国を訪問して外相と会談して中国ビジネスの拡大を再確認したということが交換されたとみられます会の方ですけども先週もご紹介したとおりのターゲットですね試行品の構成費が高いということで先行きの懸念があるようです。 あと、えー、アッピーなんですけどもこちらですね、えー、特許が切れて売り上げが減少しつつあります主力薬のヒュミラーにです、ね、あの価格が安いバージョンのバイオシミラーですね、後発品が発売されること,という、まあ、そういう材料が出まして、えーまあ、下落したと。 でヒュミラのです、ね、22年の売上構成費は依然としてです、ね、37%と高いと、まあ、これを相殺す,、ね、するためにいろんな手を打ってるんですけども、えーまあ、やっぱり主力薬が一段と売上減少するっていうことになるとやっぱりちょっと売られてしまうという形です。えー、ETF の方ですが騰、えー、落率上位。 半導体2週連続で上昇率トップあとクラウドコンピューティングトルコ株グローバルテクノロジーそれから下位の方ですねテスラのベアがベア1倍ですねこれはテスラの株が上がったということになりますけれどもあと農業テックフードアップルベア1倍これもアップルの株が上がったということですねあとエネルギーというところが下落上位です。 あとレバレッジ ETF ですけれども上昇率トップは半導体株のブル3倍がこれが38%上昇ですね一方で下位の方は半導体のベア3倍これが33%の下落となっております。半導体株が大きく上昇したと でえー、と今週のトピックスでエヌビディアのです、ねまあ、ちょっと驚くべき決算のガイダンスが出たわけなんですけども、まあ、これに対してです、ねあのまあ、アナリストはどういうふうに反応したかということをまあ確認したいということです。で、まあ、こちらがです、ね、110億ドルの57月期の売上ガイダンスが出たということなんですけども。 ちょっと信じられないようなですねあの増加があの予想されているんですけどもこれはまあ,あの会社のコメントを見るとですね顧客からの受注を背景にですねあの計算しているようなのでまあそういう意味でですねあのこの数字に対するリスクは小さいんじゃないかなというふうに思われます。ただのの NVIDIA AI のチップがです、ね AI 事業を展開しようとし,している企業のです、ね、取り合いになっているようなんですね。まあ、そういう意味ではですねちょっと仮受、えー、まあ,あの後であの頼むと、えー、もう手に入らないかもしれないからとりあえず大きく、えー、発注しようっていうことで、まあ、仮受が出ている可能性があると思います。まあ、そういうい意味で月期 次の四半期のですね売上一旦がまあ減少にする可能性あると思いますのでちょっとそこはですねあのまあ頭に入れておいた方がいいかなというふうに思います。でアナリストはどういうふうに予想しているかというとですねこちらにですね今期以降のですね四半期の売上のこれコンセンサス予想なんですけれども110億ドル113億ドル 120億ドルということでまあ増加する形では予想されしていますただその大幅な増加ではないんですよねですのでまあやっぱりちょっとアナリストの方も一旦仮字が出ているリスクっていうのをですね踏まえているのかなという印象がございますでこちらですね主要部門の売上げ 市場別のですね売り上げ予想ですけれども、えー、データセンターがですねもちろんですけれども、えー、増加してていく予想になっておりますであの、まあ、これがですねあのアナリストがどう,どういうふうにですね反応したかということでなんですけれども、えーまあえー、先週ですね、えー、<laughs> FT の記事で NVIDIA に関する、まあ、ちょっとまとまった記事が出てましたので まあそれをご紹介いたしますで、えー、とその記事のタイトルはですね「NVIDIA はいかにして生成 AI ブームを可能にするチップを作ったか」と、まあ、こういうポジションに至る,にあた至る経緯をですね書いた記事がございました。でまずあの現状なんですけども NVIDIA の H100 チップ これがあの AI 向けに今売れに売れているチップなんですがこれはですね2022年に投入されたもので価格はですね1個4万ドル、えー、まあ日本円にすると550万円ちょっと半導体チップで550万円っていうのはちょっと信じられないような値段なんですけどもまあそういう値段がついているということなんですね。であの <laughs> CEO がですねこの H100 っていうのは生成 AI 向けにデザインされたものなんだということを言ってますあとチャット GPT によってテクノロジー企業による奪い合いになっているというふうにこの記事では言ってまして例えばイーロン・マスク氏がですね最近 AI の会社を設立したんですけども X.ai という会社 これ、H100 をですね数千個購入したというふうに言われています。と書かれています。あと、記事の中で,で、ちょっと名前はあの具体的には出てなかったんですけども、テクノロジー大手はあの数万個のレベルで購入以降だと、この H100 をですね、あと生成 AI のスタートアップ企業として、オープン AI であるとか、アンスローピック。 それからスタビリティ・スタビリティ AI ・ AI インフレクション・ AI というようなです、ね、スタートアップがあるらしいんですけども、まあ、こういった会社がです、ね、このチップを買っているということです。<laughs> なので先ほど見たようなですね110億ドル、えー、時期110億ドルというような売り上げになっているんだ。 でえー、とあとですねあのまあこれ何回もお話ししているんですけども NVIDIA が AI 計算を、えー、支配するに至った経緯、えー、これあのその AI コンピューティングの部門の責任者がですねあの記事でコメントしていたのでご紹介いたします。でえっ、ー、と <laughs> まあ鍵まあこういうふうな形になったら鍵になったのはやっぱり2006年にですね NVIDIA が開発した CUDA っていうソフトウェアなんですね。でこれは化学計算をするためを GPU で科学計算をするために開発したソフトウェアなんですけれどもこのソフトウェアによってですね GPU が画像の表示以外にですね計算目的にも使えるようになったということをやはりこの責任者の方は言ってます。 であとポイントはですね2012年にですねカナダの研究者が、えー、GPU がニューラルネットワークの計算に適しているということを発見したということなんですね。で、えー、まあそういうことそういう経緯があってですねあの AI に GPU が使われるようになったということですね。そういう意味ではク、えーダ、まあの開発が2000年代の初めぐらいからですね あのなされていたということを考えるとですね、あの現在の地位に達するまでですね、二十年近く経っているんだということを、えー、おっしゃっています。で、えー、まあ現在ですね、そのエルビディア半導体の会社ということなんですけれども、えー、ハードウェアのエンジニアよりもですね、多くのソフトウェアのエンジニアがいると、まあ,あの差別化のポイントはソフトウェアなんだよということがまあ強調されています。 あと、えーまあ、直近の,です、ね、その生成 AI のトランスフォーマーへの対応に関して書かれてまして AI 研究者の関係が深かったということで2017年のでで、ね、トランスフォーマーが出現した時にその重要性に気づくことができたと。でまあ ソフトウェアをですねトランスフォーマーに向けてチューニングを始めたということでまああの今年になってまあ話題になってるわけなんですけれどもエヌビディアでは2017年からですねあの将来性が分かっていたということなんですね。でそのトランスフォーマーっていうのは何かというと,えーとオープン AI の GPT ですねあのチャット GPT の GPT の T っていうのはトランスフォーマーなんですね。 でこれはあの自然言語処理分野の AI に使われる深層学習モデルということでまあ深層学習モデルっていうのは従来の AI からもにもまあ,あのからそう,そういうものがあったわけなんですけどこれがまあ自然言語処理に使われる深層学習モデルということで、まあ、従来のものからちょっと変わったものになったということですね。で、えーっと <coughs> あとまあ AI 投資家のコメントがですねあの紹介されていましてまあ競合企業に対してですね n i d は2年のリードを持っていると推定しているとこの業界に詳しい方ですねがまあそう言っているということでまああの2年というのがですねこれまあ具体的には多分 AMD なんですけども2年というのが大きいか小さいかというのはちょっとあれですけどもえまあ結構急いで AI が チャット GPT というかその生成 AI を取り込もうとしている企業にとっては2年っていうのはちょっと長いという感じもいたしますしまあそういう意味ではですね NVIDIA がまあ強い状況っていうのはまだ続きそうだなということでございます、えー、トピックスの一つは以上ですねあと,、えー、と雇用統計に関してなんですけれどもえー <coughs> 市場のの予予想想がです、ね、万人増の予想となっております一方ですね ADP 雇用統計であるとか新規失業保険申請件数それから ISM 製造業景気指数の雇用指数ですね、まあ、この辺りがですね結構まあ,あの、えー、強いということなので、えーまあえー、本日のです、ね、雇用統計もですね上,上振れしやすいというふうに考えられています。 ております。トピックスは以上で予定の方ですけれども、経済指標に関してはですね、来週やや材料がですね、少なめとなります。で、製造業,製造業の受注は0.8%増ですね、ISM の非製造業景気指数については改善の予想と。 あと注目はですねあのまあ中国の景気がですねあの予想したほどではないということでまあちょっと失望になっているんですけれどもえ来週の貿易統計もですね輸出・輸入ともですね前月から伸びが低下するというところでまあちょっとこれについてはまあ警戒が必要かなというふうに思います。注目点ですね AI 相場の継続性と エヌビディア以外のですね会社で生成 AI の波及がですねハードデータとして出てくるかどうかというところですね、引き続き注目だと思います。マーベルとですねブロードコムに関してはですねあの直近の決算で,ですね AI 関連の売り上げは伸びるという予想は出したんですけどまあハードデータではないと。あと、まあ C3AI という AI のソフトウェアの会社ですねはちょっとディサポイントだったとあと、Salesforce は具体的な言及,が言及というかその AI で売り上げが伸びるというような予想は出してこなかったということですねですのでちょっとまだですね引き続きですねここを見ていくということになると思いますあと6月の FOMC ですね あの利上げ確率の予想がです、ね、非常にあの目まぐるしく動いておりまして、まあ、ちょっとここはです、ね、あの相場の波乱要因になる可能性があるかなというふうに思います。えーまあ、本日現在ではです、ね、利上げ据え置きが 76%0.25% の利上げが24%ということで、まあ、こ,のこれもです、ね、先週から大きく変化したという形です。 あと中国の貿易統計に関してはちょっとと注意が必要かなと思いますで、えーとまあ、相場なんですけどもあの債務上限問題が解決してリスクが解消して、まあ、これはあの相場にポジティブで、まあ、あの今週上昇となっているんですけどもうん、まあ、リスクはあの低下したんですけどもちょっと相場をです、ね、押し上げる要因にはなかなかなりにくいのかなと。 いうふうに思います。まあ、そういう意味でですね。ちょっとまあ、景気の減速が続いている中で。まあ、引き続きですね。まあ、慎重な見方をしております。えー、本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。